声の三重県だより、県政だより三重、10月号、ナン、no. バー387。広報誌、平成28年、2016年、10月2日発行。毎月第1日曜日発行。データ放送、毎週木曜日更新。三重県の県政情報を皆さんにお届けします。 県政だより三重は、政策情報を中心に、毎月第一日曜日に新聞折り込みでお届けしています。イベントやお知らせなど、暮らしに役立つ最新情報は、データ放送でご覧いただけます。特集1。ご存知ですか佐藤屋制度。10月は佐藤屋月間。 あなたに今知ってほしい里親という家族の形。親の病気や事故、養育困難などの理由により家族と暮らせなくなった子供たちがいます。そのような子供たちが自分の居場所を見つけ、健やかに成長していくためには安心して生活できる家庭的な環境が必要です。今後では 近年関心が高まっている里親制度について紹介します。県内には様々な理由により、家族と生活できない子どもが約500人います。そのような子どもたちを家庭に迎え入れ、愛情を持って育ててくださる方が里親です。里親制度は、健やかな育ちの場を求める子どものための制度です。 すべての子どもが温かく幸せな家庭に守られ、自らの可能性を最大限発揮するためには、里親や地域の皆さん、関係機関等の理解、協力が欠かせません。みんなで子どもを守り育てる社会に向け、里親制度について考えましょう。子どもの育ちをみんなで応援するために、 子供の養育を行う里親の家庭を中心とし、地域の方々、子供の家族、民生委員、児童委員、NPO、児童相談所、市役所、町役場、病院、保育所、幼稚園、学校、乳児院、児童養護施設等、三重県里親会が周りに書かれたイラストがあります。 子供は社会の宝。みんなで育てていきたい。里親 A さん。みんなでご飯を食べたり、誕生日を祝ってくれるのが嬉しい。里親と暮らす子供 B さん。里親は特別なことではありません。自分のできる範囲で子供たちの手助けをしたいと思っています。里親 C さん。 教えて、里親制度、Q&A。質問。里親とは養子縁組のことですか回答。養子縁組を希望する養子縁組里親だけでなく、子供が家族と暮らせるようになるまでの一定期間、自分の家庭で養育する養育里親などがあります。養育里親の場合、 養育期間は数年間の場合もあれば数ヶ月の場合もあります。質問。里親になるにはどうしたらいいですか回答。まずは児童相談所にご相談ください。職員が面談や家庭訪問などを行います。研修の受講などが必要な場合もあります。 児童相談所は県内各地に5カ所あります。詳しくはホームページをご覧いただくか、県児童相談センターまでお問い合わせください。質問。佐藤屋登録したらすぐに子供の養育の依頼があるのですか回答。佐藤屋登録順に子供の養育を依頼するわけではありません。 子どもの年齢や特性里親の状況などを考慮し子どもにとって最適な里親に依頼します。質問「困ったことがあった時に誰かに相談できますか?」「回答」「児童相談所の職員や児童養護施設等に配置されている里親支援専門相談員が 関係機関などと連携しながら養育の支援を行います。里親制度の普及啓発に向けた取り組み10月は里親月間です。里親について学んでみませんか里親シンポジウム日時10月8日土曜日午後1時30分から4時15分 場所、玉城町保健福祉会館ふれあいホール、渡来郡玉城町勝田4876-1申し込み、10月5日水曜日まで、講師に上門和弘さん、長野大学社会福祉学部准教授をお迎えし、里親制度について理解を深めます。詳細は、 ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申し込み問い合わせ先。特定非営利活動法人。三重県子ども NPO サポートセンター。郵便番号514-0125。津市大里久保田町2709-1。電話0 5 9 0 232-0270ファクス059-232-0271メール mye-kodomo-npo at mark za.ztv.ne.jp 三重県子ども NPO で検索。里親説明会。事前申し込み不要。里親に関心のある方を対象に、里親制度について詳しく説明します。名張市。日時。10月30日日曜日。午後1時30分から3時。場所。名張市役所3階。 303、304 30会議室。四日市市。日時、11月11日金曜日、午後7時から8時30分。場所。四日市市総合会館、4階、栄養教育室。小瀬市。日時、11月27日日曜日、午後1時30分から3時。 場所、小瀬市中央公民館3階大会議室12月以降の開催予定につきましては、県児童相談センターのホームページをご覧いただくかお問い合わせください。里親出前講座、職員や里親支援専門相談員が伺い、里親制度に関する説明を行います。 地域や職場の勉強会などにお気軽にご利用ください。問い合わせ先、三重県児童相談センター。電話、059-231-5669。ファクス、059-231-5904。メール、j i d o u c e n マーク p r e f m i e j p 三重県里親制度で検索特集2新エネルギーが変える未来の暮らし伊勢島サミットでは温室効果ガス削減に向けた課題についても話し合われました今私たちには 未来への責任として、できるだけ環境に負荷をかけない暮らしが求められています。三重県は日照条件に恵まれ、森林面積が県土の3分の2を占めるなど、太陽光発電や木質バイオマス発電等の再生可能エネルギーに適した地域です。これら再生可能エネルギーと電気自動車などのエネルギー高度利用技術を 新エネルギーと位置づけ、県は企業や県民の皆さん、市、町や関係団体等と連携し、平成42年度までに一般家庭84.5万世帯分の新エネルギーの導入を目標に取り組みを進めています。三重県が目指す新エネルギーの導入目標。平成27年度、現状値、 38.4万世帯。平成42年度、15年後、84.5万世帯。新エネルギーの導入を進めていきます。再生可能エネルギー、熱利用と発電。太陽光発電、太陽熱利用。風力発電。 干ばつ材などをチップ化し工場で発電木質バイオマス発電エネルギー高度利用技術蓄電池ヒートポンプゼロエネルギー住宅電気自動車移動式水素ステーション燃料電池自動車ゼロエネルギー住宅とは 太陽光発電や省エネ技術等を利用し、年間エネルギーの消費量を終始ゼロにする住宅。電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車など、環境に優しい自動車を次世代自動車と言います。私たちはエネルギー問題を自らのことと考え、 暮らしにおけるエネルギーの使い方や意識を変革していかなければなりません。その一つとして、太陽光発電、ハイブリッド自動車などの活用や、節電などの省エネの取り組みをできるところから進めていきましょう。新エネルギー等の詳細は、ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。三重県新エネルギーリーフレットで検索。 イベント情報。三重リーディング産業展2016。燃料電池自動車の展示や水素エネルギーに関するセミナーを開催します。日時11月11日金曜日午前10時から午後5時12日土曜日午前10時から午後4時水素エネルギーに関するセミナーは 12日土曜日午後1時から2時30分に開催します。場所、四日市ドーム、四日市市大和・はず、港5169。問い合わせ先、雇用経済部エネルギー政策 ICT 活用課。電話、059-224-2316。ファクス、0 5 9 2 3 1 6 224-3024メール energy.me.jp i 第7回知事が行く突撃取材パート2三重の人世代を超えて集える場所に少女漫画館 滝1735このコーナーでは知事が県内各地に出かけ夢を実現するため三重を舞台に頑張っている人たちを紹介します。取材知事鈴木英景人と人との交流が生まれる場昨年8月に滝町に誕生した少女漫画館 1735を訪ねましたこちらは少女漫画をテーマにした西日本最大のミュージアムで蔵書はなんと7,000冊館主の志村和弘さんと妻のさくらさんに1階のカフェと2階のライブラリーを案内してもらいましたもともと中古の木造住宅であったものを自分たちで夢のミュージアムに改装したそうです さくらさんは男性でも楽しめそうなものや三重県出身の方の作品、私の生まれた年の人気作品などおすすめをたくさん紹介してくれました。ちむらさん一家は3年前に東京から移住。子供たちに毎日車に注意しなさい、家の中で走らないと注意ばかりしていた都会でのマンション生活と違い、 のびのびと暮らせる三重県での生活に魅力を感じたそうです。少女漫画館をオープンしたくさんの人と出会うことができたと話す二人。ご近所からはお茶を飲んで話せる場としても重宝されているそうです。少女漫画は忙しい方にこそおすすめ。 さくらさんは少女漫画は日常をしわしわすれリフレッシュできるツール。忙しい方にこそ読んでほしいと言います。さくらさん自身も子育ての合間に楽しみ、その後は仕事もはかどるそうです。最後にさくらさんから少女漫画のジャンルは幅広く、男性やビギナーの方にもお気に入りの一冊が見つかるはずとメッセージをいただきました。 素敵な一冊を見つけるお手伝いをしてくれるのも当館ならではですね。和弘さんは今公園など屋外で漫画を読む少女漫画ピクニックも開催されています。三重に生まれたこのミュージアムに新しい地域コミュニティの場としてまた地域おこしの手法としての可能性を感じた取材でした。一階には 地元食材を使ったランチを楽しむカフェもあり、地域の皆さんとの交流の場としても親しまれています。少女漫画館、多喜1735。開館日時、水曜日から土曜日、午前11時から午後5時。入館料無料。電話05、059867-4968。 少女漫画館、多岐1735で検索。写真が4枚あります。1、知事と志村さん夫妻の集合写真です。2、三重を舞台に描く夢としてテーブルに6人が座り漫画を読みながらお茶をしています。3、地元食材を使った人気オムライス。 4. 少女漫画ピクニックは青空の下で漫画が読める楽しい企画です。屋外に本が並んでいます。写真終わり。知事が行く突撃取材のインタビュー詳細版はホームページで。県政だより三重で検索。取材の様子は三重テレビ県政チャンネル 輝け見栄人で10月7日金曜日午後10時15分から放送します。見重テレビで放映した取材の様子、動画を10月8日土曜日より YouTube でも配信。問い合わせ先、戦略企画部校長広報課、電話059-224-2788、ファクス、 059-224-2032メール koho at mark pref.mye.jp イベント三重子ども森の学びサミット森や木について子どもも大人も楽しみながら学べるイベントです ミラノデザインウィーク2016に出展された木製自動車セツナも来ます。事前申し込み不要。日時10月22日土曜日午前10時から午後4時、雨天決行。場所県立三重子供の城松阪市立野町1291。内容 森林環境教育や木育の取り組み発表、木工体験や自然観察、チェーンソーアート、三重トイキャラバン、木製品の販売、ほか、当イベントは三重森と緑の県民税を活用しています。詳しくはホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ先。 農林水産部、緑共生推進課。電話059-224-2513。三重子供森の学びサミットで検索。お知らせ。三重県障害者芸術文化祭出展作品発表の募集。締め切り10月31日月曜日。 募集内容。出展作品。絵画、写真、書道、版画、彫刻、陶芸等。県内に住所を有する障害のある方が制作したもの。ステージ発表。歌唱、楽器演奏、演劇、ダンス等。県内に所在し、出演者の半数以上が障害のある方による発表。 詳細はホームページをご覧いただくかお問い合わせください。三重県障害者芸術文化祭は12月17日土曜日、18日日曜日に小瀬市民文化会館関山ホールで開催し、どなたでも入場できます。応募問い合わせ先三重県障害者芸術文化祭実行委員会事務局 電話059-232-6803三重県障害者社会参加推進センターで検索その他のイベントお知らせはデータ放送でゲームでポイントを貯めて応募すると三重のおいしいものが抽選で当たるプレゼント企画実施中 三重県データ放送、県政だより三重、暮らしの便利帳は、三重テレビ第1チャンネル7チャンネルと d ボタンで。操作は簡単。2ステップ。1、三重テレビ地デジ7チャンネル、視聴中に d ボタンを押す。2、リモコンの上下ボタンで暮らしの便利帳を選び、 決定ボタンを押す県ホームページでも「県政だよりみえ」「声の三重県だより」を配信しています「県政だよりみえ」で検索県のテレビラジオ番組「みえテレビ千々木7チャンネル」県政チャンネル「輝けみえびと」金曜日午後10時15分から第5週は放送なし。 県の取り組みを紹介する現場に寄港や知事突撃取材などを放送。YouTube でも配信します。三重県インターネット放送局で検索。FM 三重。三重県からのお知らせ。月曜日から金曜日午前7時43分から。金曜日午後6時25分から。こんにちは三重県です。火曜日午後6時22分から。 東海ラジオ。こんにちは、三重県です。木曜日、午後3時00分から。三重県の窓、金曜日、午前6時36分から。CBC ラジオ。三重県の窓、土曜日、午前10時51分から。三重県の人口世帯数。平成28年8月1日現在。 人口180万8189人男性87万9952人女性92万8237人世帯数72万3022世帯問い合わせ先 編集、発行、三重県校長広報課。郵便番号、514-8570、津市公明町13、電話05、059-224-2788、ファックス05、059-224-2032、メール、k o i h o m p r e f m i e j p 県庁電話案内、各課ご案内。 電話059-224-3070。県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は新聞折り込みのほか、県および市、庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。詳しくはお問い合わせください。 以上で、県政だより見栄を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。広告。全国に広がる信頼と安心の窓口、水のトラブルサポートセンター。三重県内各市町の指定給水装置工事事業者。現在、県内7市町で登録。 トイレ修理、台所、浴室、洗面。つまり、水漏れ、緊急対応。対応エリアは、ホームページをご確認、もしくはお問い合わせください。スピード対応いたします。出張料金、キャンセル料金、深夜料金、一切かかりません。基本料金、3000円から、税別。 トラブル箇所により、ベッド材料、施工費が必要となる場合があります。見積もり無料。地域お客様、満足度ナンバーワンを目指します。と、イメージキャラクター、舞の海修平さんと、水虎くん。24時間受付、年中無休。フリーダイヤル、携帯 OK。0037。 6001-66993詳しくは Web へ水のトラブルサポートセンターで検索株式会社新営中部本社名古屋市中区丸の内3-17-1県政だより三重の発行経費の一部に充てるため企業広告を掲載していますが 内容に関する一切の責任は広告主に帰属するものです。なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である株式会社ホープ、電話092-716-1404までお問い合わせください。